8月も終わりますね。やり残したことはありませんか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組は、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、トータルボディケア、ココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。はい、そんなわけで、8月も終わりますね。今年やり残したこと、8月、まあ夏ですよね。スイカをあまり食べなかったなという感じですね。まあ私、母と2人暮らしなので、丸々1個のスイカを買ってくるっていうのは難しい。半個でもちょっと多い。まあ食べるんですけど、半個でも十分大人食いはできるんですけれども。その中でも今年どうだったんでしょうね、スイカの出来。あんまり聞いてないな。皆さん教えてください。その代わりにね、今年の夏はよく食べたなっていうものがあって、バナナです。なんで季節関係ないじゃん。いや、そうなんです。バナナにね、ココアあるでしょ。純ココアがいいと思うんですけど、ちょっとお砂糖入っているココアでもまあまあ OK です。バナナとココア、これ混ぜてみて食べてみてください。チョコレートそのまんまです。これが美味しい。万年ダイエッター小室ゆりの救世主が現れました。この8月このバナナと粉末ココアの混ぜたものをよく、いや、ほぼほぼ毎日食べてましたね。今も食べてます。はい、多分ずっと食べていくと思いますけれども、8月はそんなわけで、バナナをよく食べておりました。でもな、夏だしな、やっぱりスイカは食べたかったです。来年チャレンジします。はい、それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。私、小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けするこのコーナーですが、今週はね、セックスレス問題でも復活した、そんなきっかけを情報シェアさせていただきたいと思います。あ、こういうこともあるんだなっていう私自身も発見でした。そして毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは妊活のプロフェッショナル、小宝鍼灸師市毛真也先生です。今月市毛先生お休みをいただいておりますので、これまでオンエアした大切な情報の中から再放送させていただきます。このコーナーは健在ですよ。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマはお野菜。はい、バナナ、スイカはお野菜に入るのでしょうか。あ、スイカはお野菜なんですよね。バナナは多分果物かな。執筆の担当、占い執筆担当は占いエレナのタロティスト蓮華先生です。よろしくお願いします。
番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談送っておいてください。真摯にお答えをさせていただきます。時には辛口です。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。またこのメールアドレス以外だとご住所が確認できませんので、いきなり団子食べたいよという方は必ず info@friendvillage-c.com へお送りください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週はウーマンカレンダーからこんなニュース。義母と同居後、セックスができなくてつらい。セックスを再開するきっかけになった義母の一言とは。どんな一言だったんでしょうね。なかなか義理のお母さんからあんたたちセックスしなさいよって言えないし言わないと思うんですけれども、さあ何があったのか。このご夫婦、もともとはお二人暮らしだったそうなんですけれども、義理のお母様が大怪我をされてしまって、何針も縫う、そんな深い傷を負われたそうなんですね。それがきっかけで完全同居を始められたそうなんです。完全同居って辛いんですよね。その気持ちよくわかります。完全同居をしたことで今まで行われていたセックスが、これまで通りできなくなってしまって、これが辛いよと友達にも愚痴っていたそうなんです。自分自身でもイライラするな、でもどうしようもないよなっていう気持ちを抱えていたそうなんですね。ちなみに同居する前は週に 2,3 回セックスがあったそうなんです。いやそれは辛いでしょうね。 2,3 回セックスができなくなってしまった。でこれに対して旦那さんは、俺もしたいけど音が聞こえるんじゃないかって気になっちゃうから無理だよ、できないのは仕方ないよねって、もうできないことを前提で話をされたことがすごくショックだったと。こういうことが起こると致し方ないとは分かっていてもなかなか笑顔になれないし、当然すれ違いも起こっていきますよね。ということでそんな悶々とした気持ちを抱えて過ごしていたところ、義理のお母さんがこんなことをお話しするようになったんだそうです。お風呂沸いてるよ、時間も遅くなっちゃったし夫と一緒にお風呂済ませてきたら。ほう、お母さんから一緒にお風呂入っておいでって勧められたんですね。まあその流れでご夫婦一緒にお風呂に入ることになったんだそうです。いやそうとはいえお風呂に一緒に入れたとしてもさすがにここではセックスできないよねと思っていたものの、お互い久しぶりのこう裸体に興奮してしまって、そのままお風呂で3ヶ月ぶりにセックスを再開できたんだそうです。これがきっかけとなって場所を変えればよかったんだっていうことにお二人気がついて、その日からお風呂、ラブホテル、車の中、さらにはすごいな、自宅のベランダいろいろな場所でセックスを楽しむようになって、音が気になるとか言ってたのはさどこへやらという状態だったそうです。もう完全にねこれ義理のお母さんにバレてますよね。この、悩みを抱えていた女性ももうお母さんバレてると思う
多分あの日一緒にお風呂入っておいでとお風呂を勧めたのもきっとわざとだと思います、というこんなご意見。そりゃね、お母さんだってこれは多分多くのこう子供たちが自立して一人暮らしを始め、そして家庭を持ったお母様、お父様もそうかもしれないけど、できれば子供たちに迷惑をかけたくない、自分が元気なうちはなんとか一人でやっていきたいっていうのが多くの方のお気持ちだと思うんですね。でもそれが叶わなくなってしまって、意図しない形で、ないし自分が望まない形で同居が始まってしまった。そしたらこの二人を仲良くさせるためにはどうしたらいいのかなって、それは考えると思うんです。その考えがアクションになり言葉になり、男と女、今まで一人、今まで一つ屋根の下で暮らしてきたんだから、そりゃそういうこともあるわよね、ここへの配慮ができる義理のお母様、とっても素敵だなと思いました。もしね、自分の周りにもそういう悩みを抱えている人がいたら、この一言はぜひ進めたいと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活サプリ。東京上東方面を中心として訪問に特化した腰痛専門の子宝鍼灸師、市毛真也先生ご担当です。今週は市毛先生お休みですので、これまでお届けした大切なお話の中から再放送をお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ43回目の今日は、男子に大切な内容を伝えたいと思います。まずはじめに、妊活に関わらずですが、男性の皆さん、週にどれぐらい抜いてますかって話です。いきなりですいません。でもね、これとっても大事な話なんですよ。男性には前立腺という臓器がありますよね。この前立腺、がんになるリスクが50代からぐっと上がります。まあ、数字で言うと9人に1人と言われています。そしてなんと中年男性、まあ、40から64歳ぐらいまでの方が月に21回の射精をすると、この発がん率っていうのが半分に減るという結果が発表になったんですね。で、私もそうですが、まあ、中年男子は、まあ、射精をしましょうとなるのですが、これね、男性には
テストステロンというホルモンがたくさんあるんですよね。で、そのホルモンは性欲とか、行動意欲っていうのが強くなるんですね。男性っぽくなるっていうことですね。で、そして男性にもエストロゲンといういわゆる女性ホルモンがあるんですが、40代以降になるとこのエストロゲンが減少するんです。いわゆる更年期というものですよね。男性にもあるんですよ。で、もちろん女性も同じで、40を過ぎるとエストロゲンが減少していきます。で、結果女性の中のテストステロンっていうのが増えるんじゃなくて優位性が出るわけなんですよね。だから40代以降は女性も性に対しての興味とか、ワードが増えたり、男性っぽい発想が出たりするというのもあるわけですよね。テストステロンっていうのが優位になって、性欲が増したり、男性志向になったり、体ではですね、体毛が濃くなったり、鼻とか耳とかの毛が増えたり、そういったことがあるんですよね。で、そしてですね、男女とも若年層のエストロゲンがたくさんある時というのは、性欲というよりはどちらかというとこう自分を輝かしたりとか、おしゃれをしたりとか、性よりも自分ごとに関心が強かったりとかするというふうに言われていますね。こういうふうに中年層と若年層っていうのでは、体の変化っていうのが違うんですよね。だから妊活とか婚活においても、男性は若い女性を相手にするとき、で、女性は中年層の男性を相手にするときに、この辺を意識しておいても、お互いの理解度っていうのが上がると思いますよね。知ることから始まる。これって大事なんですよね。はい、最後に男女とも言えることなんですが、喫煙、タバコというのは、卵子や精子を傷つけて奇形のリスクが高まりますので、これ気をつけてくださいね。飲酒は、飲みすぎなければもう全然大丈夫ですので、あんまりこう細かいことを気にする必要はないかなと思います。はい、では今日はここまで。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。電話番号は03-6281-8704、 03-6281-8704。 メールは info@kokoa2021.com、 info@kokoa2021.com、 こちらでお待ちしてますね。私訪問しますよ。それではバイバイ。市毛先生、ありがとうございました。99% の人が楽になったと実感。ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師、市毛真也先生が運営するトータルボディケア、ココアへのお問い合わせは、インターネット検索、ココア鍼灸、KOKOA、鍼灸でお願いいたします。DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占います。あなたと食べたいお野菜です。夏野菜が終わってそろそろ秋野菜になりますね。どっちも美味しい。それではセクシーに食べちゃうぞ。おひつじ座、豆苗って食べてもすぐニョキニョキ次が生えてきちゃうから誰かさんみたいね。お牛座、
太くて立派な大根を丁寧に面取りして煮込んでほしいわ。やだ、何を想像したのよ。双子座ロマネスコって知ってる？たくさんのデコボコがたまらないの。ガニ座ナスの煮浸しを作ってみたの。終わった後のあなたのしょんぼりしたナスも好きよ。獅子座白くて甘いトウモロコシは生で食べられるんですって。あーんで食べさせて。乙女座モロヘイヤって栄養たっぷりだけれど味は特徴的よね。あなたとどっちが濃いかしらね。天秤座チコリーって目の部分だけを食べるんですって。やだ、私は目の部分だけじゃ満足できないわよ。サソリ座ベニオクラってネバネバしてるのに赤くって素敵ね。充血している時のあなたのあれみたい。いて座アーティチョークって膨らむおもちゃみたいじゃない？あなたの中で膨らませてみる？ヤギ座金時人参って丸ごと食べられるんですって。あとでじっくりいただくわ。水亀座ホワイトアスパラって土をかぶせて作るらしいわよ。あなたのがいつ収穫できるのかしら。魚座バターナッツかぼちゃで甘いとろっとろのポタージュであなたに溺れちゃいそう。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は占いエレナのタロティスト恋の日と書いて蓮華先生でした。そうか、蓮華先生土系もいけるんですね。水と土と、じゃあ次は火かもしれませんね。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は、お早いですね、もう9月ですよ。この先生のご登場です。あなたの強みを引き出す USP プロファイラー押したり構造先生です。来月はどんなお話を強みに変えてくれるのか楽しみにしておきたいと思います。そしてもやっとした誰にも言えない悩みを抱えてしまったら、24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室へどうぞ。このエキサイト、先生に待機してください、お話ししたいですという待機リクエストというものを出すことができます。
小室ゆりとお話ししたいよ、相談したいよと思った方はぜひこの待機リクエスト出してみてくださいね。インターネット検索はエキサイトお悩み相談小室ゆり、エキサイトお悩み相談小室ゆりでお願いをいたします。そしてご好評いただいております、結婚が幸せになるためのバイブル、こちら小室ゆりが2年半をかけて書いた最新作でございます。ご購入は Amazon でポチッとしてくださいね。税込み1760円です。読んでいただくとね、意外と男性がいい評価をくださるんですよね。気持ちが楽になりました。そうなんです、難しく考えることって本当はないんですけどね。これからももっともっと分かりやすく手に取りやすいセクシュアリティの情報をお届けしていきます。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しどころ薬毛庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はウーマクーでヤナワラバーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛されることは幸福ではない、愛することこそが幸福だ。スイスの作家ヘルマン・ヘッセの名言です。誰かから与えられることに慣れてしまうと、ついつい自分の愛を分かるように伝わるように表現することって苦手になってしまいますよね。愛してる、この一言を伝えるときにはぜひ分かるように伝わるように表現してみてくださいね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた